やろうや。配信です。いいよ。おお、始まってる。いいやいいや。もう全然気にしない。はい、ビラ作業です。これを見て。これ新しい？新しい？これ新しい。ちょっとここら辺のが変わっただけで中身は変わってないと思うんやけど。大阪と。神戸の明日のデモを、うん、こっちが上だよ、はい、これは明日の神戸のデモかな、兵庫県庁、はい、元町です。ちょっと声あんまり入らんよな、こんな離れてるから、はい、こっちが、大阪の明日のデモのビラです。チャンプルウォーク、新聞などをパウチしてます。私たちは毎週土曜日1時から2時の間、この丸前の歩道をお借りして、辺野古の新基地がいかに沖縄の人々の人権、そして大切にしてきた自然を奪って、さらには沖縄の人々の問題だけではなくて、私たちの住むこの神戸でも米軍や自衛隊のために人々の権利や自衛が奪われようとしている。決して沖縄の人々だけの問題ではないことを訴えてまいりました。この間新聞やテレビでも辺野古の新基地がいかに残酷で理不尽なものなのかが報道されています。例えば、この1ヶ月をとってみても、海上保安庁は無抵抗の非暴力の市民の抗議行動に対して船を転覆させて、そして海に落ちた
人の首を絞め海に沈めて、船の一部の人々は病院に救急搬送されるような事態が続いています。辺野古の新基地が沖縄県民の民意を踏みにして進められていることによって、政府は自分たちの権力、あるいは海上保安庁や機動隊の暴力を差し向けることによってしかこの新基地を進めることができません。この暴力を止めることが第一の訴えです。明日沖縄セレラスタジアムで3万人規模の沖縄県民大会が開かれ、沖縄の総意が再び示されます。沖縄の人々は辺野古新基地建設に絶対に反対です。そして全国でもこの沖縄県民大会に呼応して、明日、神戸、大阪、京都、その他全国各地で辺野古新基地反対のアクションが行われます。神戸行動は明日14時、ててな県庁代理総監前広場に集合して、JR 神戸駅前までのデモ行進を行います。7月からです。7月15日から。明日の神戸行動に共に参加をして、辺野古新基地建設反対の一人一人の意思を示しましょう。政府の暴力に抗議をしましょう。基地のために、米軍のために、沖縄県民の大切にしてきた海が再び奪われるようなことがあってはなりません。そもそも普天間の飛行場返還の問題は、沖縄県民の負担を減らすという他国合意に基づくものでした。ところが沖縄県民は騙されました。県内に設置する、それも辺野古に弾薬庫のついた最新鋭の基地を作る、まさに米軍の強化です。まさに沖縄県民の新たな負担の強化です。このような辺野古新基地建設を絶対に絶対に許してはなりません。ぜひ明日の5月17日、14時、県庁第2号館前広場からのパレードに参加をしてください。そして大阪でもアクションがあります。全国各地で沖縄県民の県民大会と呼応して、辺野古新基地反対の声を上げましょう。今、大浦湾で行われているボーリング調査は6月に終了すると言われています。多少伸びるかもしれませんが、この7、8月ボーリング調査を踏まえて沖縄県と国との間での協議が行われます。政府はこの調査結果にかかわらず、沖縄県民の民意もこの自然を破壊するか否かの調査結果も、まさにどうでもいい、踏みにじって工事を強行しようとしているわけです。今止めなければ8月にも本工事が始まってしまいます。奪われた自然は二度と帰らなくなってしまいます。人権が破壊され、民主主義が破壊され、戦争が第一、基地が第一で、民衆の権利は、民衆の生活は第二、第三、そのような国が生まれてしまいます。皆さん、この辺野古新基地に反対する正念場がこの5月から7月であるとも言えます。国工事が始まることを絶対に食い止めましょう。政府の暴力をやめさせましょう。沖縄 県内での世論調査では8割の人たちが新基地建設に反対をしています。しかしこの間の新聞のアンケート調査では、全国でも辺野古新基地建設に反対する市民が過半数を超えていることが分かっています。皆さん、私たちは一人ではありません。沖縄県民の声が確実にこの公明にも届いています。皆さんの意思を示すことが辺野古新基地を止める力になります。今日も署名を集めています。そして明日5月17日日曜日、
第二交換に14時に集まって JR 神戸駅前までのパレードが取り組まれます。ぜひ皆さん、このパレードに参加をして一人一人の辺野古新基地建設反対の意思を示そうではありませんか。毎週土曜日1時から2時この場をお借りして訴えをしています。辺野古の海に基地を作らせない神戸行動と申します。お探しして大変申し訳ありません。どうか辺野古の海に基地を作らせないために、今政府が進めている暴力づくでの新基地を止めるために皆さんの力を貸してください。大変お騒がせをしています。辺野古の海に基地を作らせない神戸行動と申します。辺野古の新基地建設の問題は米軍基地や平和の問題とであると同時に、沖縄に基地を作るという差別の問題を深く含んでいます。先日小長県知事が元々自民党の中区内部での対話を暴露していました。大臣は自民党の議員の中には本土が基地を嫌がるから沖縄が引き受けるのが当然なんだということを述べた議員もいるそうです。無視してね、よくあんなこと。皆さん、米軍基地の維持のために日本の政府は毎年6300億円。何か好きな色がありましたらどれでも、はい、私が顔ありました。このお顔でいやいや、折り紙と顔は関係ないくらいちゃうか。米軍基地の維持のために使われているわけです。先日の平和安全法の閣議決定の記者会見で、米軍は日本を守ってくれているんだと全く知らずらしい嘘を述べていました。この戦後70年間、米軍が日本の防衛のために武器を使用したことが一度でもあったでしょうか。米軍がしてきたことは、ベトナムや中国への空爆であり、はい、もうちょっと何個か持っといて。大量虐殺にかなりません。このような米軍基地の維持のために、今、沖縄県民の大切にしてきた、何でも言うけどこの顔で、この顔で、世界でも有数の珊瑚の海であり、絶滅危惧種に指定されているジュゴンの海でもあります。この海が奪われようとしているわけです。破壊されようとしているわけです。そして沖縄県民の財産も、そして平和を求めて共に生きることを掲げて守り抜いてきたこの自然が奪われようとしています。どうか皆さん、このような残酷な辺野古新基地建設止めるために共に声を上げてください。明日5月17日日曜日の14時、兵庫県庁第二交換前広場から辺野古新基地反対のパレードが行われます。沖縄では3万人を超える人々がセルラースタジアムに集まって県民大会が開かれます。沖縄で全国で辺野古新基地建設反対の声を朝上げましょう。私たちもちょっと目線
ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは辺野古の海に基地を作らせない神戸行動です。毎土曜日このようにして1時から2時までですけれども、ぜひぜひ沖縄基地問題、辺野古基地建設を許さないために、本土本州からも声を上げていこうということで、そういう強い思いで訴えさせていただいております。と言いますのは、沖縄の人たちははっきりと基地建設反対、沖縄辺野古基地建設反対を掲げて連日取り組んでおります。しかしながら、本土本州の方では十分そのことが理解されずに、基地建設反対の声が上がっていないと思います。そのことをいいことに、安倍政権はアメリカと一緒になって沖縄辺野古基地建設を強硬に推進していると思います。したがって、ぜひ本土本州のここ神戸、あるいは大阪、京都、連日辺野古基地建設反対の訴えをしておりますけれども、大勢の人がそのように思い行動を起こしていただくことが是非とも必要な状況であります。沖縄では海上でも、あるいは米軍キャンプシワブ前でも、常に基地建設反対の県民、あるいは県外から来た人も含めて反対の取り組みを行っております。今のところ台風が接近しているということで、海上どうぞ逃げさせをする、あるいは手を打をする事故。小長知事が基地建設をやめるようにということで、
安倍首相や菅官房長官に会おうとしましたが、たびたびなんかちびちゃんでもいいよ、署名してなくてもおちびちゃんたちは、しかし基地建設反対の声があまりにも大きいので、ついに菅官房長官や基地建設を進めている安倍政権、安倍首相も会うということも起こりました。しかしそこでも依然として安倍政権あるいは官房長官は辺野古以外には考えられないということを頑強に言い、そしてそれを進めるというまさに民意を無視した安倍政権の在り方であるということを私たちはしっかりと確認したいと思います。したがってこの安倍政権の基地推進体制を突き崩すには